器の形を堅牢に保ち100年1000年の光をたたえる漆。漆の樹液が持つ優れた性質と塗りの美しさはいつの時代も日本人の心を引きつけてきました。宮室、漆の塗りの技法で重要無形文化財技術保持者に認定された増村益樹さん。塗りの美しさは器の形の美しさと切り離せません。増村さんの仕事は1年のうち10ヶ月近くが器の造形に費やされます。柏の葉からどんな形が生まれるのでしょう。まあ、これを作っても今度は器物できたら今度は漆塗ってその色とか器物が入る、いやこのお菓子やらいろんなものが入るようなこう色に仕上げなきゃなりませんでした、だからもうある程度完成した仕上がった色のことまで考えてそして作っていくわけなんです。これはもちろんもう持ちやすいとか眺めていいとかね。乾漆は粘土の原型から石膏型を起こしその上に布と和紙を重ねて生地が作られていきます。増村さんの器作りは特に粘土での原型作りに多くの時間が当てられ形の美しさを限界まで極めます。説明はできないけど私はなんかやっぱ作ってみないとわからないもんだからですね。だから何でも平面図はある程度ちょっと描きますけどもあとはもうみんな立体で作り出していくわけです。この方がなんか早道なんですよね。そこからまた自由に遊べるっていう、まあ遊べるのが楽しみですよ。道楽みたいなので何にもね何にも何て言うのかこう何て趣味っていうんですかねそういうのがないでしょ。なんだからもう、 こう朝から晩まで仕事してるのが一番楽しみ楽しみ。粘土の原型から取った石膏の目型。この段階でも増村さんの造形にかける厳しさは緩むことがありません。
目型に石膏を流し込み尾型を取ります。布と和紙での生地作りは、すべて尾型の上にかぶせながら進められます。ここまでにやっぱり、何べんもこの、なんですか、あれだ、原型で作ってみますでしょ。それでなかなかここまで来るのが大変なんですよね。これはもうやっぱり2回も3回も作ってみるわけです。もうこれでやっと安心です。マシキという名前の通り、熊本この紙にすくときにですね、その構造のダブダブ水のところに石粉が入ってるんです。細かい石の粉が、それでこの金が丈夫になるわけだから、これで貼って、あのトノコで普通目止めするんですよね、普通の紙だったら。この吉野のこのミス紙っていうんだけど、これはもう目止めしなくてもいいことになって、だからこれをもう貼っていくと、この下地にも代用するわけですね。和紙の繊維を絡めながら、糊漆で貼り重ねていきます。この段階で和紙を10枚重ねます。今度は目の細かい布を塗り込めます。さらに目の粗い麻布、そして目の細かい布を貼って堅牢さを高めます。
もう一旦起きたら夜中でも何でも一応これ見てですね、そしてまた寝て考え出したらもう寝つくの大変ですこれもう一つのものを作るときにはもうそれはもう寝ても起きてもなかなか作ってみるとですね、思うようにいかないんですよ布を張った上にさらにまた和紙を10枚重ねます。出来上がってからでは一見して分かりませんが、随分と時間をかけた生地作りなんですね。このままで仕上げるとこう石膏の上で作られてきた生地がようやく完成。水を張って生地と石膏を離します。苦労っていうのはそんなのないんですよね。もう何でも数作って模型を作ったり、あの粘土で作ったり、そうやってバカみたいに作るのが苦労で、って苦労じゃない、楽しみなんです、ね、そして一番最高にああこの線だと思うのができた時に初めて喜びが湧いてくるんで、だから苦労っていうのはその何べんも何べんももう腹いっぱい楽しむことが苦労じゃないですか。いいものができない間はダメなの。もうこのあこれだっていうね、それが一番最高の喜びでしょ。その時にあの今までの苦労はみんな吹っ飛んじゃう。最後に貼った一枚の和紙、器の表面を艶消しして和紙の感じを出したいという増村さんの意図です。
まあ漆っていうのはもうとっても可愛いし、もうバカにしたらもうすぐその反発が返ってきますからですね。だからもう大事に大事に扱わなきゃいけないんですよ。だからやっぱり仕上がった完成品もみんなこの器物を大事にするっていうのはやっぱりその漆の尊さから来てるんじゃないんですか。もう一旦ちょっと不注意して、塗ったり、もう気分悪い時やったらこの縮れとかですね、もうムラムラとかいろんなもうこのすぐにもう天罰がやってくるんです。だからもう漆塗る時はもう大事に大事に扱わなきゃいけない。過食ができなくて、そして過食をしてあるような感じに仕上げるのが私の目的ですから。だからなるべくこの過食のやれる場所がないでしょ、これでしたら。そういうことをいつも心がけてるんです。だからもう過食と同じですよね。造形というのは形を作るということは。